シートキック、まつけのキックは精度結構高いですからね。ファーに入れてきました。ヘディング。あ、バツが出ました。なんと開始3分で浦和にアクシデントが起きてしまいました。河原積田、松木玖生、河原積田、松木のシュートだ。うおー、これはクリア。西川グッドセーブ。素早いパントを、阻止しようとしたのか、ちょっと東が邪魔をして、レフェリーに注意を受けました。なんかこう大丈夫かみたいな、はい、西川はもうバレてるよって感じですよね。さりげなさすぎました、はい、良いタイミングで顔を出しました。松木玖生、今日は森保はじめ日本代表監督がこのゲーム視察に訪れています。勝率が来る。松木の縦パス、ディエゴ裁く。追いつけるか、追いつけない。松木からディエゴ。この一戦両チームその流れを切らしたくない、そんな状況です。大方が後ろからプッシングを受けました。渡辺龍馬のファウルですね。まず渡辺龍馬のファウルで、それに怒った大畑がちょっと足の裏を抜けたので、それに対してレフェリーがイエローカードを出しました。今日のゲーム初めてのカードになります。今日のコーナーキックです。松木玖生、大外ヘディング。キュート下がりながら難しい体勢でした。はい、よし、松木のクロス、よく見えてる。大外、渡辺龍馬、よく見えてますね。はい、ただやらせませんでした。ホイブラーテン、大畑引きつけて左を使う。高橋折り返し、オサカンテ、オサカンテ、カンテ、後ろから荻原だ。うおー、外です、外です。今スタンド、メインスタンドアルサポーターみんな入ったと思って、はい、立ち上がって、立ち上がりました。みんなガッツポーズしてましたけど、はい、外です。このボールには寺山が反応、残せるか。あ、ハンドです。来ましたね、寺山です。これは、そうですね、これはカードを出すべきプレーだったと思います。ただ東京にとってフリーキックのチャンス。さあ、松木玖生の左足、西川も判断は難しいはずです。合わせてきました。ゴーゴロクイヤー、いいボールでしたけど、はい、ちょっと高いところに行きました。うわー、引き分けだ。試合終了。激闘でしたね。いや、本当そういう試合だったと思いますね。